ール広場でのイベントももうだいぶと続けてきたんですけれども、全ては4月の8日のホールワンマンライブのために少しでも多くの方に知ってもらいたくて始めたのが最初でした。もう2ヶ月後に迫ってきた多目的ホールでのワンマン、ぜひですね遊びに来てください。このアコースティックライブではできないようなことをバンドでお届けしようと思ってますので、雰囲気はたっぷり楽しめると思いますよ。ではそんなですねホールワンマンライブを開催させていただく私が組んでいるバンド月の嫁のナンバーからお月様の曲をお届けします。いつかの月真実とは習いとかけ離れたものだ。いつかの月は言いました。道徳とは救いとは異なったものだ。お月様僕
3月の13日火曜日12時にお会いできればと思います。よろしくお付き合いください。どうもありがとうございました。